夏はどうですか。じゃあ夏もう夏も8月も終わりで、ね、もうりで、あっという間に終わりましたね。でもこの間おたけさんがあ、ね、パリピ選手権、パリピ選手権ホストの方とかとね戦って、あなた2位になってたじゃないですか。なりましたよ。それはもう少しで300万円、はい、どうだったんですかあの現場とかは。まあ、イジチにオファーが来たのか分かんないですけど、うん、まあ、俺と、まあ、アントニーと、はい、イジチとキョンが来たんだけど、もうほんと簡単だよ。シンプルにコンパすんのよ、はい、俺らはでもミス1個してさ、うん、その一番最初にアパレル軍団っていう女の子とやってさ、うん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 、で相手がね、相手とさ大差ついちゃったのよ、うん、俺らが勝って、うん、相手の美容師軍団大差ついた時に女の子がね4人いて、うんうんうん、最後のチャンスで、でもこの8人の中で良かった子のライン交換できる。おこれガチのやつだ。ガチででパッてなったら蓋開けてみたら俺ら4人に女の子が全員来ちゃったのよ。ほーなるほどね。芸人軍団、芸人軍団4人で携帯目の前出されて、で番号言ったらあの LINE 交換できるって言ったんだけど、うん、なんかあの全員ちょっと格好つけて聞かないっていういいね、いいオチだね。あ、俺らそういうのじゃないかなってこと。いやでもそれはそれで面白いんじゃない、うん、いやでそれでこいつらガチやんみたいな。格好つけて、格好つけてやめて、で終わってそれを次の日でさ、一応俺らのパリピ軍団のさグループの LINE があんだけどさ、てかさみたいな、なんで聞かないの誰もみたいになって、いやそれはだってさ、ふざけんなみたいになって、副賞でしょ言ったら、探せ探せっつってインスタとかパリピじゃん、探せ一番探せお前らっつって、え、だってもし見つけたとしてどうやってコンタクト取るの。そしたら、え、そしたらもうダイレクトメッセージ、パリピだねそれで一番パリピだよ、探せ探せっつったらヒョンが見つけましたとか、アントニーが見つけましたって、送れ送れっつって、でも送って、うん、で帰って、夜帰って来たら、来てんのかな、わかんないけど、あ、じゃあ、全然終われるかもしれない、ほんとにそしたらあれで12分じゃなくて、もうちょい長尺で見せてあげて、もう俺らも帰る。確かに言ってたもんね、なんかすごい可愛い子がいたんだって、その子の番号来たかった、めちゃくちゃやりたかったって言ってたんだよ。やりたいはいらねえだろ、お前やりたいまで言ったら下品なんだよ